こんにちは。イェール大学学部教授岩崎明子です。免疫学が専門です。この30年ほどウイルス感染やワクチンの研究に手掛けてきました。今回は mRNA ワクチンの効果と安全性についてお話したいと思います。まず mRNA とは何でしょうか これはタンパク質を作る設計図のようなものです。私たちの細胞には体が必要とする全てのタンパク質を作るための指示があります。これが DNA です。これは車を作るための説明書のようなものだと考えることができます。例えばタイヤを作りたい場合、そのタイヤの製造方法のマニュアルだけが必要になってきます。それが mRNA でコピーされます。 メッセンジャー RNA の配列によってタンパク質が細胞の中で作られます。mRNA は不安定な分子でできると数分で分解されてきてしまいます。ですから体内に長く残るものではありません。あと DNA の中に取り込まれる可能性もありません。ワクチンは、えー スパイクといってウイルスの膜から突き出ているタンパク質を作るための設計図となる mRNA から作られております。その後、mRNA ワクチンはこのスパイクタンパク質を体の細胞に作るように指示をします。これはウイルスの一部に過ぎないためワクチンを打ってもコロナに感染するリスクは全くありません。 スパイクタンパク質を作るための指示がワクチンによって細胞に届けられると指示に従ってスパイクを作り始めます。mRNA は非常に壊れやすいため安全に体内に入ることができるように目的地に到着するまで保護するように脂肪の膜に包まれています。免疫システムはスパイクを危険な物質と認識し抗体や T 細胞を作ります。 これによって将来コロナウイルスに感染することを防ぐことができますそれではワクチンの第3相臨床試験の結果を見ていきましょうまず、えー、参加者の情報です男女がほとんど同じ割合で治験に含まれております ファイザー、モデルナ、ジョンソンジョンソンの治験、えー、では、大体いい3万人から4万人の参加者が含まれております。えー、っと、今度は年齢層を見ていきましょう。緑は16歳から65歳を示し、黄色は65歳以上の、えー、参加者を示します。この65歳以上は、 コロナに感染すす。ると、深刻な重症化のリスクが最も高い年齢ですそれでは次にコロナのワクチンは実際にどのようにテストされたのでしょうか、えっと、参加者の半分はプラセボのグループに配置されますワクチンの代わりにえ生理食塩水を注射に使います これは実際のワクチンではありません。残りの半分は治療グループに配置されます。実際にワクチンを接種する人たちです。参加者はど,どちらの注射を打たれたか,かがわからないようになっております。次に、えー、実際に有効性はどうだったのかを調べてみましょう。 左側はファイザーからのデータです。Y 軸はコロナにかかった人の数です。線が高いほど時間の経過とともにコロナのケースが増えていきます。X 軸はワクチン投与後の時間です。ファイザーはプラセボが青い線。このプラセボの方がはるかに高い数の感染者が増えていきます。 そしてワクチンを打った人たち、まあ、赤いグループを見ますと、明らかに、えー、ファイあのワクチンを打たなかったグループよりも数が少ないことがわかります。これらの線は劇的に、えー、10日ぐらいから、えー、異なってきます。右のモデルナに移行すると同様のパターンが見られます。えー、プラセボ群 は黒で示されておりますが、これはやはり、えー、時間が経つにつれて感染者の数がだんだん増えていっております。しかし、えー、青いグループ、これがワクチンを打ったグループなんですけれども、これらの、えー、ワクチンを打った人たちはほとんど数が増えずに、えー、低いまま、えー、長い間続いております。 これを見ると、mRNA ワクチンの有効性は約95%ほどで、これは可能な限り完璧に近い数値であります。市販されているほとんどの、えー、承認済みワクチンよりも有効です。これらの試験すべてで、ワクチン接種を受けてないグループと比較して、受けたグループは感染者がはるかに少ないことがわかります。 それでは、副作用はどの,どのようなものがあったのでしょうかこの表は16歳から55歳の年齢で見ると、まあ、数日間ワクチンの接種後局所及び全身に軽い症状が見られます注射部位の副作用には痛みや腫れなどがあります全身性の副作用には発熱寒気疲労感頭痛などがあります これらは一般的な副作用であり、参加者は1回目と2回目の投与後にこれらの副作用をけ経験したと報告しておりますで。次に55歳以上の参加者の副作用は、若い人たちと比べると多少低い傾向にあります。これらの治験の結果、米国食品医薬品局 FDA は、 12歳以上の人にファイザーのワクチン、18歳以上の人にモデルナのワクチンの緊急使用許可を承認いたしました。現在、178か国で23億人がすでにコロナワクチンを受けております。次に、まれに見る副作用を見て,見ていきましょう。 このまれに見る副作用の一つにアナフィラキシーという激しい全身性アレルギー反応が報告されております。このアナフィラキシーはエピネフリンの注射ですぐに治療ができます。報告されたほとんどのケースはワクチン接種後15分以内に発生したため注射後15分ほどは接種会場で待つことがおすすめです。 またこれらの症状が発生すると、直ちに会場の医師、看護婦などに伝えてください。現在4 4、4月22日,2日現在では、日本の,の国内で100万回あたり37件の頻度でアナフィラキシーが発生しております。しかし、これらで死亡する可能性は非常に低く、いまだに死亡した方はおりません。 あと、新型コロナに感染すれば、100人や200人に1人死亡する可能性があります。ですから、なるべく早くワクチンを受けることがおすすめです。次に、えー、報告のある、えー、血栓症のお話をします。これは、アデノウイルスを使ったワクチンを打った人に、まあ、100万人のうち4人の方が、 まあ、非常に稀な血栓が発生したという報告がされております。これは大体20代から40代の人に発生が起こっております。えー、この,、えーまああの危険因子というのをいろいろ比べてみますと、コロナウイルス、例えばアストラゼネカで、えー、この、えー、血栓症にかかった人というのは0.0004%。 それに比べて避妊ピルだとか、えー、喫煙だとかはあのパーセントが0.05%から0.18%になっております。そしてもしコロナにかかってしまった場合、16.5%の人が、えー、血栓症で苦しんでおります。ですからワクチンはなるべく早く打って、まあ、血栓症を見ただけでも、えーこ、このワクチンの効果っていうのは、まあ、素晴らしいものがありますし。 非常に稀なので、えー、あまり心配する必要はありません。そして、MRN ワクチンでは、血栓症はまだ報告が全くされておりません。次に、えー、ワクチンに関する誤報もいくつか出回っております。そのことをお話し,します。ワクチンが不妊または流産の原因になるというものです。これはワクチンを接種した人には、 起きておりませんこの表はベキメーメイオ博士の文書にあった、えー、表の中の、えー、を借りたものですがこれは、えー、第3層臨床試験において参加者は試験中に妊娠しないようにと言われておりましたしかしそれでも起きてしまった妊娠の結果を発表したものですワクチンを受けた人はプラセバを受けた人よりも えー、妊娠率がほとんど同じであることを示しておりますさらに流産率も2つのグループで同様でしたあとコロナウイルスのスパイクタンパク質に対する抗体が、えー、胎盤形成に必要な分子新チン1にも反応を起こすという事実もありません最後になりましたが ワクチンのもたらす素晴らしい結果について紹介しますイスラエルでは12月後半からワクチン接種が始まりましたワクチンに対する免疫反応は打ってから数週間後に完全に達します十分な人々がワクチンを接種すると全人口のコロナ感染者の率も急激に低下したしますワクチンの、えー 接種率が十分な他の国でも同様に感染率の低下が起こり始めております。ですから日本の皆様も一日も早くワクチンを打って集団免疫を獲得してください。応援しております。最後にスライドを作りを手伝ってもらったイェール大学医学部の学生さんたちに感謝いたします。 ありがとうございます。